バイリンガルの DJ ポリス部隊が誕生しました。The police will soon start restricting traffic on the street. 今日午後、DJ ポリスを務める警視庁の警察官24人が外国語警備広報要員に任命されました。2020年の東京オリンピックに向けて訪日外国人の増加が見込まれる中、24人は日本語だけでなく英語での訓練を重ねるということです。オリンピックをはじめとするさまざまなイベントへの対策に万全を期していきたいというふうに思っております。警視庁は外国人に対してもより丁寧な警備広報を行いたいとしています。